マイク機能ぶっ壊してガムテープが聞こえますよ。回をダメにどうなっていくか、来年かな、今年かな、今年は余裕です。Thank you.
別なんだとか、なんかいなくても大丈夫だろうみたいな、確かに確かにいなくても大丈夫だと思って、なんか一緒に辞めるよかなみたいな考えてたら、彼いるし、ごもっともだなって思っちゃったのが怖い。出会いなんて大変なことだったのかな。でもなんか心配機会っていう、なんかこういうなんか就職やら何やらとか、ね、そういうのあるから、ちょっとは意味があるから、